一般的にやはり企業様というのはこのコロナ禍にあって、うん、同じようにいろんなツールを導入されていたと思いますので、初期のコロナ禍でもですね、我々からつながれたと、なかなか個人のお客様、高齢なお客様が多くございますので、いわゆるこうネットでですね、何か複雑な操作をしてくださいと、インストールと聞いた瞬間にですね、何のこっちゃということにちょっと誤解を恐れずに申し上げればですね、はい、そういう状況がある中で使いやすい、気軽に使えると、まあ、これが最大の御社のサービスの魅力なのかなというふうに思っております。まあ、これはベルフェさんに限らずですけども、ここ1年で急速にいろいろなツールの導入が進んでおりますけども、いわゆるグループ会社のいろいろな審査もございまして、うん、はい、銀行目線でのこういったチェックっていうのは非常に厳しくて、そうですね、はい、スムーズに導入っていうのが進むかなというのが、まあ、そういう意味では不安があったところでございますけども、はい、まあ、いろいろベルフェスさんにもご支援、賜りましてですね、順調に導入ができたというところでございます。ちょっと2つのパターンのお客様がいらっしゃって、もともとずっと対面でやられてた、はい、お客様について言うと、うん、まあ、これだったら別にお顔見えるし毎回毎回来てもらわなくてもいいよねというお客様、うん、それからもう一つはですね、対面営業中心だったとはいえほぼ電話で完結していたお客様もいらっしゃいます。はい、この方々については今までその担当の方のお顔って見たことがなかったんだけど、あ、こういう方なのねと、はい、いうことを、まあ、おっしゃっていただいたりということで、お客様の感触あるいは反応っていうのを今実感し始めているところというようなことかなとは思っております。うん、過去の営業マンの、特性からするとですね、特にそのいいお客様になればなるほど、時間の課題であるとか、うんうん、ツールの課題っていうのを乗り越えてですね、いかにコンタクトするかっていうのを、まあ、ある種人の力でやってたんだと思いますけども、今後はそういったお客様にもこの非対面での面談を入れていくことが本来的にはお客様にとってもいいことではないかっていうのを今後検証していくことが必要なのかなとは思っています。弊社にとってもですね、一度確認できた使いやすさあるいはその効果みたいなものを考えればですね、全く元に戻るということはないと思いますし、うん、まあ、我々もお客様に価値を提供するという意味ではですね、実面談をしていただくのはお客様も我々も相応の準備をリソースをかける必要がありますので、それに見合うものが果たしてできているのかというのを突き詰めていくとですね、実面談、非対面あるいはその電話メールみたいなものをどう使っていくのかというのは、きちんと精緻化していく必要があるかと思いますので、うん、まあ、その中で活用というのは今後も進んでいくんだと思っております。さまざまなツールであったりとか導入をしていく中でベルフェスさんの活用もしてきたところなんでございますが、はい、そういった意味ではそのきちんとしたそのシステムの審査であったりとか体制の構築っていうものと、非常に使いやすさっていうものが非常に両立されている、まあ、システムということかというふうに理解をしております。はい、そういった意味ではまさしく使ってみる、それも自分で使ってみるということをですね、お取り組みされていくのが、これは、まあ、自分自身に対する戒めでもあるんですけど、まあ、いろんなものが入ってきたりですね、はい、今度何かを入れるときにいろんなものを検討しなきゃいけないっていうときにですね、はい、どうしてもいただいた提案書上のですね、情報だけであったりとか、はい、専門部署の人間の、まあ、基本的には意見であったりとかっていうところにとど、まあ、まったりするんだと思いますけども、まあ、自分も含めてまず使ってみるということからですね、いろいろなサービスを考えていくというのが、まあ、必要なのかなと勝手ながら思っている次第でございます。はい、